Ubuntu Touch は Ubuntu を元にして作られたモバイルオペレーティングシステムである。現在は Waports コミュニティによって開発されている。ユーザーインターフェースは Qt で記述されている。主にスマートフォンやタブレットコンピューターなどのタッチスクリーンモバイルデバイス向けに設計されている。しかし当初の目標は最終的に Ubuntu Touch をノートパソコン、デスクトップ、 IoT デバイス、テレビ、スマートウォッチなど様々な端末に導入し統一された使用感を生み出すことだった。プロジェクトはカノニカルによって開始されたがマーク・シャトル・ワースは2017年4月5日に市場の関心がなくなったためカノニカルがサポートを終了することを発表した。その後コミュニティプロジェクトとしてワポーツが採用された。ワポープロジェクトは 二千十五年に、マリオシグリップスガードによって開始され、ソースコードは現在存在するワポーツ財団に転送された。ワポーツの使命は、ウブンツタッチの共同開発をサポートし、その普及を促進することである。ウブンツタッチプロジェクトは二千十一年に始まった。零零零零零零零2 0 1一から十から三十一から二千十一年十月三十一日に、マークシャトルワースは、 Ubuntu 14.04までに、Ubuntu がスマートフォン、タブレット、スマート TV、その他のスマートスクリーンをサポートすることを目標として発表したが、いくつかのスマートフォンや、一つのタブレット、およびマニアが OS を移植した、サードパーティー製デバイスしか、サポートされていない。000 0000002013から01から02から2013年1月2日に、 電話用の Ubuntu プラットフォームが発表された。000 000000002013から02から21から2013年2月21日に Ubuntu タッチデベロッパープレビューがリリースされた。Ubuntu タッチがインストールされているフェアコン2-6、画面2013年10月17日に開発者とパートナー向けに最初のバージョンである。 Ubuntu t o タッチをウブンツ1.0を Ubuntu 13.10と一緒にリリースした。カノニカルは、ギャラクシーネクサスとネクサス4を主にサポートしていたが、他のスマホやタブレットのためのイメージも提供した。2014年4月17日に、Ubuntu 14.04と一緒により広いテストとフィードバックのための比較的安定したビルドをリリースした。2013年2月21日の、 開発者プレビューとして、サムスンギャラクシー S4Google Edition を含む、特定の Android 端末にインストールするために、プレビュー版が利用可能である。開発者は、ソフトウェアの変更と再配布を許可するライセンスの下で、すべてのソースコードにアクセスすることができる。Ubuntu Touch は2014年9月16日に、メーカーにリリースされた。 世界初のウブンツベースのスマートフォンであるブカケリス E4.5 ウブンツエディションは2015年2月9日にヨーロッパで発売された。2016年4月、世界初のウブンツベースのタブレットである BQ アクアリス M10 ウブンツエジチオンがリリースされた。2016年8月、オタマイナス3はアンドロイド6.0のボードサポートパッケージをサポートすることが発表された。 2017年4月5日に、カノニカルがサポートを終了することを発表し、ワポーツに引き継がれた。2018年8月、ワポーツは、オッタマイナス4をリリースし、ウブンツタッチのベースを、当初のウブンツ15.04、ビビットバーベットからウブンツ16.04リットル TS、ゼニアウォーキサラスにアップグレードした。ウブンツタッチの電源を入れても、ロック画面はすぐには表示されない。 アプリケーションを開くと必要に応じてロックを解除するようにユーザーに求めるためである。ウェルカム画面にユーザーのステータスと最近のイベントが表示され、前月の Ubuntu Touch でのアクティビティを反映した円のデザインが完成する。アプリスコープを表示する Ubuntu Touch を実行しているフェアホンにスマートフォン、Ubuntu Touch には電卓、電子メールクライアント、目覚まし時計、ファイルマネージャー、 さらには端末などの基本的なアプリケーションが含まれている。現在、12以上の基本的なアプリケーションが開発されている。ブラウザ、カレンダー、時計、ギャラリー、メモ、リマインダー、ターミナル、天気などの部分チュタッチアプリケーションをデスクトップで動かすこともできる。サイドステージは2013年に導入され、ユーザーは正方形に近い形のウィンドウと、 縦長のウィンドウの両方を並べて作業ができる。また、必要に応じてウィンドウの大きさを変更できる。このように画面を分割できるようにすることで、マルチタスクの考え方をさらに進化させようとしている。発表動画では、メモアプリをウェブブラウザと一緒に使用したり、ユーザーが右端からスワイプして、Facebook アプリを再生中の動画の上に表示させたりする例が、 紹介されている。ユーザーは画面の端からスワイプすることで次のようなことができる。左端から短くスワイプするとランチャーに固定されているアプリケーションにすぐにアクセスでき、最後までスワイプするとユーザーが設定できるホームスコープが表示される。この操作はホーム画面及び実行中のアプリから利用できる。 画面の右端から短くスワイプをすると前のアプリケーションに切り替わり長くスワイプをすると裏で開いているアプリの一覧が表示される。表示されたアプリケーションを縦にスワイプすることで裏で開いているアプリを終了することができる。カノニカルの創設者であるマークシャトルワースはパソコン用のウブンツがよく知られている国で普及すると思っていた。例えばコンピューターに Ubuntu がプリンストールされているインドや中国などの発展途上国などである。ただし、これらの市場での Ubuntu タッチが成功するかどうかはわからない。オープンソース開発者の間で Ubuntu が人気を博しているにもかかわらず、レガシーに縛られたビジネス市場への参入は、Ubuntu にとって引き続きやや困難である。 BYOD 方式を採用している企業は、すでに Android および iOS デバイスの使用に適応しており、Ubuntu がもたらすメリットは十分に考慮されていない可能性がある。Ubuntu Touch ではシステムの CPU が特定のハードウェア機能をサポートしている必要がある。Ubuntu Touch は Android で最初に登場した多くの電話にインストールできる。これらのデバイスは、 新しい OS 用にドライバーを再コンパイルできるようにオープンソースツリーを提供する必要がある。ありがとうございます。